お元気ですか？ボクシミです。今回は 2024BBM ベースボールカードプレミアムデニスの開封動画でございます。今回はね、これ結構ね、奮発した、ね、一冊でございます。なのでね、大事に、動画をやりたいと思います。それでは、早速開封していきたいと思います。このデニスの中には、こういった、箱が、4冊入っております。その中の1つね、やっていきたいと思います。まずは、1冊目でございます。1冊目の中にはですね、こういった、いつもね、おなじみのカードが5パック入っております。それでは早速開封していきたいと思います。1箱目の、1パックでございます。楽天の早川投手でございます。横浜の宮崎内野手でございます。中日の岡林、外野手でございます。オリックスの斉藤投手でございます。ソフトバンクの広瀬内野手でございます。はい、失礼いたしました。2袋目でございます。日本ハムのタミヤ捕手でございます。巨人の、坂本内野手でございます。楽天の辰巳外野手でございます。中日の石川内野手でございます。3袋目でございます。横浜の石田投手でございます。ソフトバンクの近藤外野手でございます。元日ハムでございます。楽天の岸投手でございます。オリックスの宗内野手でございます。巨人の菅野投手でございます。4袋目でございます。ソフトバンクの大須投手でございます。横浜の牧、内野手でございます。オリックスの、森捕手でございます。日本ハムの郡司捕手でございます。1箱目の、5パック目でございます。阪神の、佐伯投手でございます。千葉ロッテの、佐々木投手でございます。ヤクルトのこれは、オスナ
内野手でございます。西武の岸外野手でございます。で、阪神のこれはチェックリストでございます。次、2箱目やりたいと思います。で、お詫びがございます。一箱目の時にですね、ソフトバンクの大津投手のね、色違いのね、が、入っておりました。大変失礼いたしました。これは 100C でございます。では次行きたいと思います。続いて、2袋目でございます、ね、こちらでございます。開封していきたいと思います。2箱目の1パック目でございます。オリックスの紅林内野手でございます。日本ハムの水谷外野手でございます。広島の森下投手でございます。横浜の筒香外野手でございます。巨人の丸外野手でございます。2袋目でございます。楽天の鈴木、内野手でございます。中日の、これは、小田外野手でございます。ソフトバンクの柳田、外野手でございます。日本ハムの、山崎投手でございます。広島の秋山外野手でございます。3袋目でございます。横浜の、これは東投手でございます。ソフトバンクの山川内野手でございます。広島の栗林投手でございます。巨人の、ヘルナンデス外野手でございます。で、オリックスの宮城投手でございます。4袋目でございます。巨人の、これは西舘投手でございます。西武の、これは隅田投手でございます。で、日本ハムのですね、伊藤大海投手のユニフォームカードがね、出ましたね。こちらがね、350C でございます。はい、ね、こちらでございます。はい、続けていきます。広島の佐藤内野手でございます。ソフトバンクの、和田投手でございます。次3箱目いきたいと思います。
はい、続けて、3箱目いきたいと思いますが、2箱目のね、1袋がね、開けるのを忘れてしまいましたのでね、まとめてね、6袋焼いたいと思います。それではね、焼いたいと思います。2袋の5袋目でございます。広島の小戸の内野手でございます。巨人の岡本内野手でございます。日本ハムの加藤投手でございます。楽天の則本投手でございます。で、横浜のこれは山本捕手でございます。で、3箱目の1袋目でございます。日本ハムの万波外野手でございます。中日の、マルチネス投手でございます。横浜の渡来外野手でございます。オリックスの横山内野手でございます。で、ソフトバンクの周東内野手でございます。はい、2袋目でございます。日本ハムの伊藤投手でございます。楽天の浅村内野手でございます。で、横浜の森原投手でございます。ソフトバンクの和田投手でございます。中日の涌井投手でございます。3袋目でございます。おっと、ごめんなさい、ハサミをね、滑らせてしまいました。失礼いたしました。改めて、3袋目でございます。阪神の前川外野手でございます。千葉ロッテの、上田内野手でございます。ヤクルトの山田内野手でございます。で、西武の昼間外野手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの、チェックリストでございます。4袋目でございます。中日の、村松内野手でございます。で、広島の末金、外野手でございます。で、ロッテの岡外野手でございます。元日ハムでございます。で、広島の菊池内野手のこちら200シリでございます。赤色をしております。こちらでございます。で、ソフトバンクの有原投手でございます。元日ハムでございます。で、3箱目の最後の5袋目でございます。ソフトバンクの栗原内野手でございます。中日の細川外野手でございます。
で、オリックスの西川外野手でございます。広島の大瀬良投手でございます。で、最後は、北海道日本ハムの松本外野手でございます。はい。では、最後の4箱目の5袋やっていきたいと思います。では、最後の4箱目の5袋やっていきたいと思います。はい。で、こちらでございます。では、4箱目の1袋目でございます。埼玉西武の岸外野手でございます。中日の高橋投手でございます。阪神の木浪、内野手でございます。で、オリックスの太田内野手でございます。で、巨人の吉川内野手でございます。2袋目でございます。で、阪神の、こちら、木浪選手でございますね。木浪内野手でございます。で、ロッテの、ソト内野手でございます。ヤクルトのサンタナ外野手でございます。で、西武の竹内、投手でございます。で、これは中日ドラゴンズのチェックリストでございます。3袋目でございます。ソフトバンクの大津投手でございます。巨人の、山崎投手でございます。広島の、菊池内野手でございます。こちらはね、ノーマルバージョンでございます。楽天の小蛇投手でございます。で、中日の中田内野手でございます。4袋目でございます。楽天の村林内野手でございます。で、ヤクルトの鈴木捕手でございます。で、ロッテの種市投手の、こちらは、200種類でございます。で、こちらでございます。で、横浜の佐野外野手でございます。北海道日本ハムの細野投手でございます。失礼いたしました。で、最後の5パック目開封していきたいと思います。千葉ロッテの種市投手でございます。こちらはね、ノーマルバージョンでございます。東京ヤクルトの長岡内野手でございます。オリックスの中川
内野手でございます。で、楽天の小郷外野手でございます。で、最後は読売ジャイアンツの戸郷投手でございます。はい、以上で2024BBM ベースボールカードプレミアムゼネシスの開封動画終わりたいと思います。はい、ね、ちょっとね、間違ったところがありましたら本当に申し訳ございません。はい、で、9月のね、開封動画は一旦、ここで終わりたいと思います。また10月からね、最新も含めて、プロ野球チップスとか、あとは珍しいカードがね、手に入ればまた開封していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。